来。うまそうだな。うまそうだな。ほーら、うまそうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。桐生さん、ありがとうございます。また懐いた猫がいましたら連絡ください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
次は予習してきます。やったね、カーくん、カグーン。いらっしゃいませ。一人だ。かしこまりました。それではご案内いたします。
Kebe ich kugle daemo Dakara please get on my bed いい加減起きておくれよ頼むから起きておくれよいつまでも起きてこないよ俺も寝よっかな利用ありがとうございました。いらっしゃいませ。当店ではまた別途しご指名はいかがいたしましょう。サキですね。少々。桐生さん、また来てくれて嬉しいです。さあどうぞどうぞ。喋り方的には関西。おお、さすが桐生さん、京都出身です。俺。そうなんや。でも。そうかもしれないが。いませんよ。桐生さん、チャンスですよ。プロレスラーとしてはやっぱり頂点に立ちたいですね。こう見えても料理も得意ですし、旦那さんにも尽くすタイプやから良妻になると思うんやけどな。自分で言っちゃうのか。こういうのはアピールしひんとな。
眼帯に半裸で独特なジャケット？いや、一般人。なんかめっちゃ会ってみたい。はぁ、真島の兄さん。おいおい、今与えた情報のと…これといったフェチはないかもしれませんね。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。いろいろと理由はあるんですけど。コンプレックス？うちこんな性格やし、プロレスラーってのもあって、女の子として扱われることが少ないんですよね。それを結構気にしてる部分があったり。なるほどな。だからキャバ嬢として働けば女の子らしさとか身につけることができるかなって思った。確かにキャバ嬢として上がっていくには女らしさが重要だ。はい、うちもっと女の子っぽくなれるように頑張ります。まあ今のままでも十分女らしいと俺は。桐生さん、ありがとうございます。そんな、うちはおうち派かな。日頃体を動かしてるんで、休みの日は。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。恋するとその人にこんなこと言うとキャラに合わへんとかよく言われちゃうんですけどね。そんなことはないんじゃないか。え、そうですか。そんな、よくぞ聞いてくれました。ゴリラか。ゴリラか確かに桐生さんもごついしゴリラ感。なんていうかシュッと。アーバンゴリラ、ところで先はどうしてプロレスラーになったんだ？実は最初は全く興味なかったんです。気づいたらプロレスに魅了されてましたね。辛いこともありましたけど、なんとほう。最初から好きだったわけじゃないんだな。はい、その時思ったんですよね。うちもこんな風に感動を与えられるようになりたいって。俺にも技をかけて。いきなりどうしたんですか、桐生さん。いや、その感動を技をかけ。多分言いたいだけやと思いますよ。ふん、分かった。いらっしゃいませ、キリュ。
ありがとうございました。また猫たちに会いに来てくださいね。この先は建物の老朽化のため長期の改修工事に入ってます。ご迷惑おかけします。せやがって。いらっしゃ。さあ行くか。ありがとうございました。
飛ばすぜ。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Get ready.
ready. You're doing great. どうも、アンリです。今日はよろしくお願いします。いける。ああ、前にも来てくれたよね嬉しい。いける。もうお上手なんだから今日は最後まで楽しみましょうね。よし。それはそちら次第だよちゃんと私のこと興奮させてよねそうだ、何か質問とかありますか？どれにしよっかな。いける。ああ、S か M か？どっちだと思います？よし。じゃあ教えてあげるね。 S だよだからいっぱいいじめてあげるね。どうしてそんなに喜んでるのそんなに S っぽいかな私。しょうがない人たちだな。じゃあこれからたっぷり
お仕置きしてあげるね。なんかみんながすごく盛り上げてくれたから少しその気になってきちゃったかな。よし、よし、じゃあちょっとだけ脱いじゃおっかな。よし、みんな反応しすぎだよ。じゃあ行くよ。よし、行ける。よし、行ける。どう？綺麗？ありがとう。まだまだ楽しませてあげるね。私のお胸を見てみんなどう？ご期待に応えられたかしら。ならよかった。胸にはね、ちょっと自信があるの。そこまで褒めてくれるの？なら、見せた甲斐があったなって思うんだ。うん。そんなに喜んでくれるなら、もっと見せちゃおうかな。よし、いける。どうです、見えるかしら。ちょっとやりすぎちゃったかな。みんながそんなに興奮してくれると私まで興奮してきちゃうな。なんか興奮して体がほてってきちゃった。もっと脱いじゃおっかな。よし。じゃあ脱いじゃおうっと。せっかく脱ぐんだからよーく見ててね。どう？もっと興奮してきた？ねえ、私って魅力的かしら？どう思う？
本当？私のこと好き？いける。優しいのね。私も好きだよ。今日は大胆な気分になれそう。いける。よし。ありのままの私、すべてを見せてあげようかな。裸の私を。キリュウさん。ああ、ではトレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか。こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。それでは開始です。はっ、素晴らしい。ふっ、パーフェクト。素晴らしい。ディッ、ブリリアント。フッ、ナイス。ヌッ、パーフェクト。ディッ、その調子です。クー、ブリリアント。さあ続けていきますよ。ではキリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか。これを頼む。かしこまりま。気合い入れていきましょう。うわ、ナイス。うん、いいですね。うん、ナイス。うん、グッディ。その調子です。ナイス。はい、終了です。これにて本完璧じゃないですか。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それではキリュウさん、頑張ってくださいね。
ありがとうございました。よっ、うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。なあ、うん何？いやー俺さ、だけど困っ、なんだ？ねえ、どう？お、俺はキリュウ。よっしゃ、それじゃあキリュウチ、いっちゃ勝負だぜ。勝負だ。全力で来い。どんまいどんまい。よし。
ベイ。あれ、くそ、オッケー、決めるぜ。よし。
まいどうまい。よし。あ、そうだ。今日俺と対戦した記念にこれをやるよ。これを使って、まあそいけるって。いらっしゃい。しばらく寝てろ。てめえ、俺たちのユカちゃんを。壁ドン王子。壁ドン。だからあれ、ユカさんとはな。うるせえ、ムカつくんだよこ。おい、ああ、お前らの事情に興味はねえが。なめてんじゃねえぞ俺ら。邪魔すんならお前も痛めつけてやる。俺、高山純太と。キリュウだ。キリュウさんですか。勝手にやったことだ。いえ、そういうわけには。そうだ、俺、バンタムでよく飲んでるんで。お暇。もしお会いできたら
せめて一杯だけでもごち。はい、ぜひ。